光を求めて、やっぱり見えないですから光っていうのが大事ですよね。どっかで光るところがあったらっていうようなことと、やっぱり明るい世の中であるといいなっていうようなことも思ったりして。目の見える時に描いたのはやっぱり、形とか体裁とか、これでどう見てもらえるだろうかというそんなことを考えたんですけども、今現在こうして描いてみますと、まあ少し右の方が短いじゃないか、左へもっと張り出せばかっこよくなるのにとおそらく思われるでしょうけど、自分の気持ちの中ではもう一筆が、大切な動き、そういうものが残っていったら、まあ、みっともないからやめなさいっていう声も言われたんですけども、まあ私の心の叫びと言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、同じような境遇の方たちに少しでもそういう勇気っていうんですかね、そういうものが、与えられたらいいかしらなんて思いましてね。書いてて、あ、ちょっと短かったかな、ここをもっと元気よくすればよかったかなっていうことはなんとなくわかるんですけど、実際に形として見えていないもんですから、どの程度どうなのかっていうことがわからないんですね。こうなってみると手の感触と、それから耳から聞こえる音、それが頼りですね。まあ好きだった書ですから、筆を持ったらなんとなく自分の気持ちをここに表現したい、発表したいっていうの、そういったものがふつふつと湧いてきますね。そこが、ここが。その年々で心弾むものがありましたね。こんな作品を書いて皆さんに見ていただくのは、どんな批評をいただけるかなというような楽しみもあったんですね。それから自分で作品を作る上では、いろんな展覧会もよく見てきて、自分で、あ、この作品素敵だなという作品には自分でよくメモなんかして帰ってきたもんですね。現在の私の、力、気持ち、そういうものを明けっぴろげにお見せしたっていうことで、物足りない部分もおかしいところもあると思うんですけど、精一杯
心に心を込めて現在を、お示ししたっていうとおこがましいかもしれませんけど、今の私の姿だということを見ていただければありがたいと、そのように思います。